って、あれ、ちっちゃいガオクラちゃんがいる。待って、あれ、こんに、あ、こんにちは。お話聞いてもいいですか？かわいい。あ、かわいい。お母様、あ、お願いします。かわいい。あの、今日は誰のコスプレをしてるんですか？グラ。グラちゃん。グラちゃん。楽しかったですか？はい、楽しかった。嬉しい。ちなみに今日なんかここが好きだなってポイントとかってある？髪の毛。髪の毛。髪の毛。髪の毛が好きなの。サラサラ。可愛い。ありがとう、見せてくれて。白と水色でね。綺麗ですね。綺麗、うんうん。ガオクラちゃんは好きですか？好きです。ああ。グラさん見てます。愛されてますね。嬉しいね。見てるんだ。ちなみにこの衣装はお母様が作られたんです。あ、手作り。お母様が手作りで作られたそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ごめんなさい。ペコちゃんもついてる。そうですね。ああ。あ、カバンもグラだ。え、可愛い。本当だ、本当だ。え、これも作ったり。すごい。これカバンも作られたんですか？そうです。カバンも手作りです。わあ、すごい。欲しいよ。うんうん。まるでグッズのような。お母さん。もうお好きなんですか？そうですね、私がもともとガオルグラちゃん好きで、その後は子供もハマってったって感じで、親子で、親子で、いや親子で、へえ、いいですね。ガオってしてほしい。あ、ガオってやってもらえますか？ガオーって、ガオーってしてもらってもいい？このカメラにガオーってしてくれますか？あ、かわいい。ちなみにロボコさん、渡辺さん、お二人に聞きたいことってありますか？どうですか？なんかある？なんかある？ちっちゃいよね。何歳なんだろうって思って。あ、確かに。聞いても大丈夫かな。あ、確かにね。聞いても大丈夫ですか？何歳かな？何歳か聞いても。あ、何歳ですか？7歳です。7歳。7歳。じゃあ最後にあれに向かって何か一言お願いしてもいい？わかんない。わかんないか。じゃあガオーってしてもいい？ガオーって。せーの。ガオー。かわいい。はい、ありがとうございました。お母様もありがとうございました。バイバーイ。7歳か、かわいい。はい、ということでコスプレエリアの紹介でした。はい、ご参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、いおりもえでした。